はい、今回の動画はですね、オレンジメイクをやってみました。まあ、やってみましたって言っても、前回の毎日メイクの時にもう一つ毎日メイクがあるって言ったんですよ。まあ、それがこのオレンジメイクなんですけど、もうね、前回ね、動画載せるって言ってから結構時間経っちゃって、本当に申し訳ないです。とりあえず今回ね、このメイクささっとね、撮ったので、まあ、軽くね、見ていただけたら嬉しいです。それではですね、すっぴんから始めていきたいと思います。どうぞ。はい、それではね、すっぴんからメイク始めていこうと思います。今日は二重が調子悪いので、一時はアイテープをつけていようと思います。まずカラコンからやっていきます。カラコンは、こちらの、クララコンタクトの、コーラルブラウンをつけていこうと思います。はい、こんな感じですね。それでは下地塗っていこうと思います。下地はこちらのプリマビスタの粉吹き防止下地を塗っていきます。で、下地塗ったらちょっと乾かします。で、ファンデーションはね、前回紹介した BR ウォーターフルのクッションファンデを塗っていこうと思います。塗ります。もうカバー力がね、すごいんで、コンシーラーなしですね。はい、で、ファンデーションが終わったらお粉を塗っていきます。最近ずっと使ってるお粉はローラメルシエのお粉を使ってます。じゃあちょっと塗っていきます。結構ね、水分量の多いファンデーションとかクッションファンデした時はこのローラメルシエのね、お粉を塗るとね、かなりマットな仕上がりになるので、ずっとこれ使ってますね。この BR ウォーターフル使う時は毎回このお粉を使ってます。ファンデによってお粉変えてますね。はい、で、お粉塗ったら眉毛描いていきます。セザンヌのノーズ&アイブロウパウダーの2番ですね、ナチュラルの色味をつけていきます。まずいつも通り薄いところを取って眉頭ですね。はい、眉毛こんな感じですかね。片方も同じように塗っていきます。はい、で、眉毛描いた後はこの眉毛の、で、眉毛描いた後はこのね、眉毛描いた薄いところでノーズシャドウを描いていきます。最近ノーズシャドウはここのね、目の横だけ描きます。まずはこんな感じで目の横だけ描いて、で、あとここの鼻筋シュッて、あ、本体描きすぎた。こんな感じで全体を手でぼかします。で、またさっきの薄いところを取って、あの唇の下、唇の下に軽く影を入れて、唇をね、ちょっとぷっくりさせてみせます。唇がちょっとちっちゃいんで影を描いてね、立体的にしていきます。はい、で、影描いた後はチークをやっていきます。これがですね、あのチークのね、下にね、ブラシが入ってるんですよ。これです。まあ軽くね、取って頬にのせていきます。ほんとこれね、絶妙な色合いなので3色ぐらい持ってます。ピンクとオレンジと赤っぽい色味。これシャネルのチークとね、似てて、まあ、シャネルのチーク使ってたんですけど、普通にこっちとあまり違いが分かんなかったんで、もうシャネルのチーク使い切ってもうほぼこっち使ってます。
で、チーク塗ったらハイライトやっていきます。ハイライトはですね、いつも通りこちらのセザンヌパールグローハイライトの1番シャンパンベージュですね。これを使っていきたいと思います。お前ほんとこれしか使わんやろってみんな思うと思うんですけど、なんか安くていいハイライトあったら教えてください。で、眉下もね、入れて、で、鼻ですね。鼻は軽く、で、鼻先を軽く塗って、で、ここですね。で、このところと、顎先にも塗ります。で、ハイライトが終わったら、こちらのクリオの G10 のアイシャドウを塗っていきます。これ知ってる人多いと思います。私も何回か紹介したんで、手に塗るとこんな感じ。なんかピンクゴールドっぽいね、まあ、ツヤ感の出るアイシャドウです。はい、それではこちらの G10 のアイシャドウを塗っていきます。はい、これはね、全体的にね、塗っていきますよ。で、これは涙袋にも塗ります。こんな感じで、で、目頭のとこもちょっと軽く置いて、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。かなり細かいね、ラメなので上品な仕上がりになります。ちょっとこっちアイテープ取りますね。アイテープ取ってアイシャドウを塗っていきます。はい、で、あのキラキラのシャドウ塗った後はですね、こちらのセルボークのボランタリーアイズのオレンジのね、色味をね、つけていこうと思います。28番ですね。指に取るとですね、こんな感じ。結構ね、色濃ゆめですね。で、マット系の質感です。まあ、軽く塗るだけでもこんだけ色がつきます。かなり発色いいですね。で、まあ、これをね、全体的に塗っていきます。ちょっと目尻濃ゆめで入れていきます。はい、こんな感じ。はい、それではこっちにもオレンジ塗っていきます。ちょっとラメがついてるのはですね、さっき塗ったラメがちょっと残ってるだけですね。指にもうね、全くラメなしの色です。これはで、ちょっとね、涙袋のところにも軽くね、塗っていきましょう。こんな感じで、ちょっと血色のね、良い涙袋になったというか、わかりますかね。はい、で、アイシャドウ塗り終わりましたらですね、こちらのセザンヌのトーンアップアイシャドウの2番、ローズブラウンをですね、涙袋に塗っていこうと思います。はい、このちょっとね、明るい色味をね、取って、この、涙袋に、塗っていきます。こっちも塗っていきます。はい、こんな感じで、ちょっと汚いんですけど、先っちょの方を取って涙袋にね、影を描いていきます。で、ちょんちょんって描いたらちょっとね、伸ばします。伸ばすってか、ぼかすみたいな感じ。ちょんちょんじゃなくてもいいんですけど、私はこういう描き方をしてます。見たらわかりますかね？線引いてるのと引いてないのでこんなに変わるんですよ。本当にね、こうやって伸ばしてもね、描いてるのって思うぐらい自然に馴染むので、結構ね、アイシャドウでね、涙袋の影を描くのおすすめです。さっき取った茶色を取ったら、ちょっと描きすぎた。まあ、よかろう。ぼかせばいいんで。はい、こんな感じで涙袋完成しました。わかりますかね、ぷっくりなってるの。もうほんと涙袋あるのとないので、全然目の大きさって変わってくるので、あんまり涙袋描かないなって人も、ちょっとね、描いてみてみると、ちょっといつもと違うお顔になるかもしれないです。はい、で、アイシャドウ終わったら、こちらのね、私がいつも使ってる、ピアのアイライナーを使ってアイラインを引いていきたいと思います。アイラインはブラウンですね。
はい、垂れ目にこんな感じです。で、目頭もね、拭きます。はい、垂れ目のね、アイラインはこんな感じです。で、昨日ですね、まつげエクステを初めてしたので、ちょっとマスカラができないのでマスカラはしないんですけども、元からねマスカラあんましないんですけど、まあね、オレンジメイクをした時はまあ大体ブラウンのマスカラを使います。デジャビュのマスカラをいつも使ってます。はい、で、最後に使うリップはですね、こちらです。エチュードハウスの BE119 ですね。こんな感じで、まあ、ブラウン系のリップですね。結構ツイッターでバズったりしてたので知ってる方多いと思います。まあ、手に塗ると、まあ、こういう色味です。かなりマット系の、まあ、オレンジブラウンっぽい色味ですね。はい、それではですね、唇の方にリップを塗っていこうと思います。まず軽く下に塗るとこんな感じです。結構マット系なんで、綺麗に塗りたい方は唇のね、水分をティッシュとかで取っていただいた方が結構ね、塗りやすいと思います。はい、まあ、こんな感じでね、グラデーションで塗るのも可愛いなと思って、最初の方はずっとグラデーしてたんですけど、最近はね、ちょっと唇からちょっと外したオーバーリップにハマってて、まあ、今回はちょっとオーバーリップもやっていこうと思います。なんかいろんなリップを使ってオーバーリップやってきたんですけど、私の唇がね、オーバーリップ似合わないので全然できなかったんですけど、これはね、ちょっと比較的塗りやすいというか、マット系なんでオーバーリップしてもね、全然違和感ないし、まあ、唇とね、肌の境目に塗ってもね、全然ね、なんかボコってなったりしないしね、かなりね、綺麗に塗れると思います。はい、リップ塗るとこんな感じです。結構ね、オーバーリップにするとセクシーな唇になるので、まあ、私みたいに結構唇がちっちゃいのがコンプレックスだったりする人は、こういうね、マット系のね、リップを使って下唇だけでもいいですけど、オーバーにね、塗ってみるのもいいかなと思います。はい、今日のオレンジメイクはこんな感じでちょっとささっとね、やったんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、ぜひ皆さんの参考になればいいなと思います。で、中国メイクとかはね、今研究中なので、まあ、近々ね、完成したら動画を撮りたいなと思います。はい、で、今回の動画がですね、令和初投稿だったんですよ。なので、まあ、これからもですね、鹿の間をね、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。